赤帯の話。梅崎春夫。とにかく私たちは皆一日中腹を減らしてばかりいた。暇さえあれば食べ物のことだけを考えたり話し合ったりしていた。その頃夜眠ると私はよく記者弁当の夢を見た。木の匂いのする檻に入った。 幾分固めのご飯や、おかずの折に詰め合わせられた魚や肉や野菜の辛い煮付けなどを。大抵は食べないうちに目が覚めるのが普通であった。空腹の夜ごとに、いろんな食べ物の中から、なぜ、汽車弁当だけが夢に現れてくるのか、私にはよくわからなかった。しかし、それは多分、 硬い歯ごたえのある飯への渇望と、それに塩分の不足が、そのような夢に結びついたのだろう。そのような条件を具備するのが、あの、粗末な檻に入った記者弁当であることを、記憶の底の底で、私は知っていたのだろうと思う。そういう夢を見る自分にも、私は、二重の教習を感じていた。 私たちが朝と夕に食べていたのは、カーシャ、カユであった。米の時もあったが、大抵はコーリャンのカーシャである。その中に乾燥野菜か、たまにはソーセージや鮭が少し入っていた。量は半合に四分の一ほど。箸を立ててもすぐ倒れるほどの濃度であった。 その他に薄いスープが一晩ついた。昼には弁当として一回の黒パンが出た。これだけの量で一日を働き通すのは相当に辛い仕事であった。だから私たちは一日中腹を減らしてばかりいた。腹が減るだろうが我慢してやってくれ。 そういう意味のことを、私たちのカマンジール、親方の赤帯が私たちに言ったこともある。岩の布という名前のソ連兵であったが、服の上にいつも赤い帯を締めていたので、私たちは赤帯赤帯と呼んでいた。実際、食べるものはこれしかないんだぜ。夏になれば少しは良くなるだろうが。 赤帯の言葉を私は信じた。終戦のすぐ翌年の初めであったから、輸送もうまく行かなかっただろうし、ことに大地もすっかり氷結して、野菜も取れるはずはなかったから。そして、監督のソ連兵の食事を見ることもあって、私たちのそれと大差ないことも十分に知っていたから。しかし、そうだとしても、 現在私たちが腹が減っているということには少しも変わりはなかったのだが。私たちの収容所はアムール川の支流の、また支流の、そのまた支流のような流れのほとりにあった。ここに収容されている日本兵は総勢204名であった。私たちは満州のチャムス付近で終戦を迎え、 そのままソ連軍へ降伏、そしてまとめて船に乗せられて消火口を下り、アムールに入り、トロイツクという町から支流に分け入ったのであった。だんだん狭くなる水路を何日か航行して、突然私たちは船から降ろされた。そこは、放爆とした樹林の真ん中である。そこにたむろするソ連の作業隊みたいな部隊に、 私たちの身柄は引き渡された。樹木の伐採に使役されることがそこで分かった。何十里と連なるもみや赤松の樹林を見たとき、計らずも異教に旅衆となる感じは深かった。上陸早々、ソ連作業兵の監督のもとに山から木を切り出して私たちは、 自分の収容所を打ち立てた。丸太を組んだ細長い社屋である。内部に回顧棚の信頼とペーチカをこしらえた。社屋が完成すると、医務所と便所を作った。それも完成すると、さらに映像をこしらえた。映像を作るときは、万が一のことをも考えて、監視兵の指図の範囲内で、私たちは、 できるだけ住みよいようにこしらえあげた。それが住むと今度は私たちが逃亡しないようにと身の丈に余るもみ材の柵を私たちは永遠と作った。柵の四隅に高いボールをもたてた。これはソレイ兵が私たちを監視するためのものである。高さは二十尺ぐらいもあった。 季節は冬に入って川もはすべて白い鋼のように凍結した。私たちはあらゆるものから隔絶した思いに閉ざされて逃亡しようなどと言い出すものは誰もいなくなった。逃げ出そうにも地理がはっきりしないのである。この方向へ行けば宴会集へ出られると漠然と予想はついたが、海を見るまでに 山をいくつ越えねばならぬのか、誰も検討がつかなかった。また、事態は逃げ出すほどには切迫していなくて、辛くはなかった。作業はむね伐採であったが、巨弱者は楽な仕事に回された。ノルマはあるにはあったが、冠水できねば小言を言われるぐらいで、 是が非でもやり遂げさせられるというほどではなかった。朝の六時から夕方の六時頃までソ連作業兵のもとで私たちは樹木伐採をやり氷上清掃をやった。夜はペーチカを焚いた社屋で泥のように眠った。幸福なことには、しごく幸福なことには与えられる食事は私たちの間で、 ほぼ均等に分配されていた。一部のものが余計食べ、残りが飢えるということはなかった。みんながほぼ同じ仕事をやり、ほぼ同じ量の食事をとった。その点においては、この収容所はうまくいっていた。それにもかかわらず、私たちは腹を減らしていた。 さして退職でない私ですらも、常住座が腹が減って減ってたまらなかった。つまりは、絶対量が足りなかったのである。栄養失調で死ぬというほどではなかったが、その何歩か手前のところで、毎晩、汽車弁当の夢を見たりして、私は一日一日を過ごしていた。